入ってもらいましょう。アロディア、はい、かわいい、かわいい、また今度のこの衣装はどういう、ね、衣装ですか。My costume today is 原宿 inspired、はい、今日のコスチュームは原宿インスタイルのテーマです、ね、原宿の可愛らしい、すごい、妖精さんみたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、こういうコスプレをしている時、それから歌を歌う時、どっちが好きですか。どちらも。どちらも。両方。ね、はい、歌を歌ってる時の楽しさって何ですか。何が楽しい、歌を歌ってる時の。I like singing in 日本語。日本語。はい。Because it's so different feelings per song. So, doki-doki, genki, doki-doki, kakkoi. So, I like the change. 日本語で歌うのが好きですとか、いろいろなムードがあって、それが楽しいです。ね。やっぱりだけど、それだけ日本の文化がね、あるでは好きだっていうことだもんね。とても嬉しいことですね。ね。今日じゃ歌っていただける曲はどういう曲を。今日は、my song is called Kawaii Girl, Kawaii Garu. So it's about a girl who goes to Shibuya, Akihabara and goes around Tokyo and has fun. Kawaii Garu という曲で、女の子が渋谷行ってどんな感じで楽しめるのか、その曲なんです。渋谷とか秋葉原とかっていうね、ということはやっぱり当然のごとく、アラオディアのバッグも必要になってくるっていうことですよね。はい、そうですね。そうなんです。今日はですね、スペシャルバージョンでございます。先ほど熱狂的な盛り上がりを見せた秋渋プロジェクトと、はい、の皆さんとコラボしていただきます。はい、じゃあ秋渋プロジェクトの皆さんもどうぞ入ってください。ね、これで本当それこそ、ね、フィリピンの可愛いと日本の可愛いとの融合ということで、もうまさしくね、ASEANと日本と結ぶこのステージということになりますんでね、可愛いガールというね。じゃあね、ゆっくりと楽しませてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではアローディア with アキシブプロジェクトで可愛いガール、どうぞ。
ごい可愛らしかった、はい、アクシブプロデューサーの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。なんかめちゃくちゃ可愛いよね。会場の皆さんメロメロになってこれなんかさ、これ1曲だけじゃやっぱつまんないよね。もっともっと聞きたいよね、はい、本当 ね、うん、ねまたね今度機会があったらねぜひねもっともっともっと聞かせてくださいね、はい、アロディアね。はい、はい、はい、How do you say again? もう一度またね、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。そしてアロディアからちょっとねお知らせがあるんだよね、これね。はい、はい、You have an announcement?Yes, everyone. I want to introduce to you a charity campaign by UNICEF, and the proceeds will go to Children of the Philippines. So if you want to know more about this campaign, you may visit the Filipino booth right here in Yoyogi Koen, and I hope you consider this project. Arigato gozaimasu. UNICEF による募金がありまして、そのお金がフィリピンに子供に行くんで、その詳細はフィリピンのブースに行ってください。はい、ね、はい、これは一生懸命こういうねアロディアもこういうそのフィリピンの子どもたちの募金活動というのを手伝っています。で今そのこの中のねあのフィリピンのブースがありまして、そこに行くと携帯電話でかざすとあのね QR コードで寄付ができるというものがあります、はい、でぜひそちらの方にねあのフィリピンブースに足を運んでいただいて、はい、フィリピンの子どもたちを助けるためにもまたねそうやってね一つ一つこうやって皆さんの力が強くなねあの合わさっていけば、うん、また楽しいこういうねイベントにもねつながってくるしね、はい、第2第3のアロディアも出てくるでしょうしね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうアロディア、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。